よし。じゃあ続きでやっていこう。前回でちょこちょこサブイベントを進めたから、今度は新しいところに行けるようになった。そっちに行こうっていう話だね。さあ、このゴンドラを使います。さあ、下がるバージョンも漏れなく完備してあるという、用意周到な移動グラフィックというか、移動ムービー。はい、やってきました。こちらは縦札読もうか。森の入り口となっております。さあ、まずは人の話を大きく前に、ちょっと待って、 OK。 雪ホタルを回収することも忘れない。こんなところにも出るんですね。わあ、ここはどんぐりの森だよ。今はまぶたの魔法でお化けがいっぱいいるけどね。おお、そういうことですね。ここはどんぐりの森。まあ普通の森だったんだけれど、魔法のせいでお化けがいっぱい出るようになってしまった。わあ、この音楽懐かしいな。もう心に染み渡るわ。昔聞いてたってだけだけど、結構好きだなこれ。あそこにお化けがいるだろ。なかなか怖いといえば怖いんだけどな。あ、いた。あいつは寒いのが苦手さ。冷やして噛みつけばいなくなるよ。うん、ということですね。ちなみにこれ上下通ろうとしても、妨害をしてくる。なぜか妨害をしてくる、よくわからないお化け。なのでこれは増やす。そしてちょっと待って、上から上から上から噛みつきたいんだ。で噛みつくと、はい、いなくなる。しかし実はただ単純にいなくなるだけではなく、このお化けの魂を目に入れることによってこの先を進めていくという、そういったイベントになっているんですね。あ、ちょっと待って、危ねえ。よし。うわ、お化けがふわふわ浮いている。そして何気なく飛んでいた人玉を冷やすと突然骸骨が出てくるという、そういった凝ったエフェクトもあるわけだね。さてと、確かここでもらえるんだったかな。うわ、懐かしい名前。あの豚は確か記録が正しければあれをされるあのお化けだったはずなんだけど、まああれあれ言ってんだろう、伝わらないけど。よし、じゃあ2体目。ちょっと待って。待って待って。冷やすんだから、お前のことを冷凍する予定なんですよ。待って。届かねえ。降りてこい。よいしょ。あー、ちょ、もう。邪魔だぜ。なかなか厄介なことしてくれるじゃない。さてと、2つ入ったところで、あと1個。あの3つ目を通るためには。よいしょ。三つ目を通さなくてはいけない。あーん。微妙に足りてない。そして、ここでは、とりあえずあの、オレンジの、お化けを、なんとかしなくちゃいけない。うわぁ、手が振ってる。よいしょ。おー、ちょっと危ねえ。あ、いた。よかったよかった。あ、ちょっと待って、お前だろ。わかってるよ。うわぁ、消えちゃった。豚のお化けってまたすごいな。よいしょ。オッケー、これで。魂は回収完了。ちなみにあの、豚のお化けにやられるとどうなるかっていうのも、ご覧いただきたいところではあるんだけれど、まあどちらにしろ後で、何度もお世話になることになると思うので、今はとりあえずいいでしょう。まあいろいろ見ていこうぜ。お、画家のアトリエ。ここ画家か。あったね。さあ、いろんなインクが置いてあります。そして使い切った青色のインク。ここまで描き上げたんだけど、何か足りないんだよなとおっしゃる画家さん。そう、青色の何か。でも青の果実なくなっちゃったしな。これ実の色なんだね。でもまあ果実で色つけてたら青は足りなさそうだな。てなわけで、ここには何か青い果実を持ってくれば、この画家のインスピレーションに叶う何かが完成するんじゃないかっていうところですね。ただ今は何もないので、まだほったらかしの状態。この辺にはオレンジとか緑の宝箱がねえな。お、あ、あんじゃねえかよ。あるか、マジか。よし、じゃあせっかくだからこれもうこのまま持ってこうぜ。あ、オッケー。あー、ちょっとお腹ぴょこって冷やしただけでびっくりして消えてしまったね。まあまあいいでしょう。よし、持ってきたよ。あいたいってって、びっくりした。お前なぜ突然動き出した。
本当だぞ。全身真っ青じゃねえか。てかあなたの体にはかかってないの？おお、それその色だよ。その色だよ。はい、あげる。いやもう空っぽでしょ、中は。ああ、ありがとう。いや、それよりさ、ちょっとこっち来てくれないか。意味深。青の果実ありがとう。でも、そんなことはお構いなしなんですよ。俺今、ピーンと来ちゃったよ。芸術家のピーンと来る、そのピーンにはろくな、意味が含まれていないっていうのがこれからよくわかるので。どうしたんですか？さあ、なんだ。まあ、見てなって、すごい作品ができるぞ。せーの。俺はこれ絶対やられたくないです。じゃーん。素晴らしい。この迫力、このインパクト、完璧だ。完璧だ。いやー、でもまあなかなかのセンスだよな。完成させた絵にこのなんだろうな、不規則性のある人型をそのままぶちまけるっていうのは、まあ斬新ではあるよねと。トンバ、大丈夫？思ったりはする。そうだね、このいろいろな何か心象を描いたかのような不規則な、イラストの中にこの青一色でかたどられた人の形というのが、異世界への探訪というか探求心というか、ね、それに付随する何かを感じさせるね。とでも言っとけばいいんじゃないかな。すまなかったな。俺、絵のことになると夢中になるんだ。痛かったかい？そりゃ痛いでしょうね。いやでもトンバ割と気にしなさそう。ノーダメージだしな。すっごく良かったぜ。そうか、優しいんだな君は。よし、いい絵が完成したお礼だ。これを持っていきな。ということで、ここでは青の鍵がもらう。これは覚えてた。これは青の宝箱の鍵ですよね。いいんですか？この世界の宝箱の鍵をくれる人はみんな気前がいいからな。ああ、俺は宝物よりも芸術に興味があるからな。遠慮なくもらってくれよ。あなたの作品が宝物になることを切に願っているよってね。さてと、次は何を描こうかな。いやでも一旦これ完成させたぞっていう、なんていうんだろうな、達成感に満ち溢れてしまうと、もう次のを作るのが難しくなりそうだよね。あのインパクトを超えるものは一体みたいな、そういう期待がかかるとね、どうにもうまくいかなかったりするんでしょうね。初めから期待に応えようとしないとね、楽といえば楽だけど、それはそれで大したものが作れないということの表れでもあるしね。あー、出た。お前さんは倒し方覚えてるよ。はい、トンカチ、トンカチを構えて。え、痛い痛い痛い。ビョーン。ちょっと待って待って待って、来なさいよ。痛い痛い痛いってば。ちょっとくれ。オッケー、一回ムササビの服、便利なんだけど。よいしょ、オッケー、2回目。さあ、これで頭の中の魂が減っている。どう見てもゲンガーですけどね、この人。人じゃなーい。オッケー。なんでそんなギリギリにベロを出してくるの、この人。めっちゃくさいゲンガーだぜ。おう。ああ、あったな、これ。トンバ、これ、ドングリンの鈴だよ。鈴は昔からその場所に戻る力があるって言われているから。きっとこの鈴を使えばドングリンの森に戻ることができるよ。バンニーを倒せといった流れの中で手に入ったのがこちら、ドングリンの鈴。ドングリンの森に飛んでいける、何度でも使える。なんと前回使っていたこの恵みの羽の上位互換というか、恵みの羽を使わずにドングリンの森へ直接飛ぶことのできる専用アイテムが手に入るというわけですね。まあ、かといってなんか細かい場所の指定もできたような気がするな。まあいろいろありますけどね。こういうのもあったね。うわー、この音楽やめて。この石像、まるで生きてるみたい。ん？なんだこれ。何か文字が彫ってあるよ。まぶたに逆らいし者バロン、石となりここに眠る。まぶたに石にしゃらされちゃったんだ。なんとか元に戻せないかな。ねえトンバ、トンバ
トンバの知り合い、え、そうだったの？ごめん、それは知らなかったわ。てか、スカラとトンバの関係って意外と浅いんだな。この人、こいつ石にされちゃったんだ、へーって言ってる隣でトンバはびっくりしてるっていうな。スカラが炭鉱の町で知り合いになってる人、トンバは知らなかったみたいだしな。意外とここの関係性もよくわからないな。さて、目の前に変なのがいるけど、まあ、とりあえず無視して、まずセーブしておこうか。せっかくここまで来たしね。定期的なセーブが世界を救う。そう、世界を救う勇者がやっていることだから、定期的なセーブが必要だということはもう、誰の目にも明らか。よいしょ。じゃあこのおばあさんを、とりあえずは破壊しておいて、どこ行こうかな。さあ、ここが泣き笑いの森ということで、いろいろと、もううるせえうるせえ、めっちゃ泣いたり笑ったりします。で、これが笑っている木の実ですね。まあ、それはよしとして。とりあえずはハンマーでこの辺叩いときましょう。グルピンを手に入れろ。そう、これがもう超重要ですから。もう何を置いてもこれは絶対にやらなくちゃいけないと言っても過言ではない。とりあえずここの岩に繋がっている杭をバンバカバンバカ打ちまくる。というのが重要ですね。で、ちょっと待ってね。取れない取れない。オッケー。あ、お弁当だ。あー、泣き状態になった。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと待って。通れない、通れないんですけど。やめてやめて。落ちる。危ねえ。さあ。で、泣き状態になって何が困るんだっていうのがこれです。あ。ごめんな、トンバ。忘れてたわ。泣き状態になると、丸ボタンを押して武器を使えなくなります。そして、この、スマブラのルイージの、技みたいなアクションをただただ繰り返すことしかできなくなります。けれど、これにも、実はメリットというかそういうのがあるんですね。ここ。道中にある泣きの扉を開けるには泣き状態じゃないといけない。すごいね、状態異常を駆使しないといけないっていうね。さあ、お兄さん。あのさ、笑ったり泣いたりして困ったことあるかい？結構動きづらくて不便だろう。まあ、外にあるピンク色の実を食べれば普通の状態に戻るけど。まともな実なら持ち歩けるし、なくならないから、いつでも普通の状態に戻れるんだよ。まともな実。ください。私が持っていればプレゼントするんだが、あいにく持ち合わせていないんだ。欲しいなら自分で見つけることだ。そんな。ということでアイテムがあるよというヒントですね。こっちの人は何だ？外にある色のついた実はうっかり食べてしまうと、笑ったり泣いたりしてしまうんだ。まあ笑ったり泣いたりするのは、まあ普段からあると思うけど、トンバが普段笑ったり泣いたりしないからな。では世の中には泣いたり笑ったりすることで開けることができる扉もある。ここみたいにね。そんな時、笑いと泣きを自由にコントロールできる不思議な実が役に立つんだ。そう。まともな実という、泣き笑い状態を解除できる実もあるけど？ん？いや、残念ながら私は持っていないんだ。そういう不思議な実というのもあるよ。いやーでもこれなんか、普通に最初プレイしてた時はどこで見つけるんだろうって全然わからなかった記憶がある。どこにあったかな？未だに覚えてない。思い出せねえ。この辺に来るとな、細かいアイテムの位置とかほとんど覚えてねえな。で、確か進むのはこ、え？マジか！進むのはこっちだっていうのを覚えてたんだけど、泣きの扉だったか。で、まあ泣き状態が必要なわけだけれど。ちょっと待って、先にせっかくだから笑いも見とこうか。よし、笑い状態。なかなか豪快に笑ってくれる。うわははは。トンバってこんな笑い方すんだなって。むしろ笑い方まで操作されてるんじゃないか説があるけどね。さて、ドングリンとスイッチ。あ、これか。確かここはこうやって踏むと入れ替わるんだよね。まあ、何が入れ替わるかっていうのはまあ今すぐにあまり影響しないけど。うわあ、あったあはははは。
笑いが、はい、この人は笑いが止まらない人です。笑いの旅人。まあ端的に言ってしまえばこの人はあれですね、クジャラの牧場にいた炭まみれの黒ずくめのおっさんがいたと思うんですけど、その人と同系統の人なんですね。で、その人と同様、状態上回復アイテムを渡せばクリアっていうタイプですね。ハッシュポテトサンドはどっちに効くんだったか忘れたけど、まあそういうのをあげるといいってことですね。あれをこっちに片付けて。はい、華麗なるお片付け術をここでご覧いただきましょう。この謎の緑の人が突然天井に変なピンをバーンとぶっ刺してぐるんぐるんと振り回っていく振り子プレイ。そんなに助走つけなくてもいい気がするけどな。少しは片付いたかな。まあ素直に階段を使えばいいのになって思わなくもないけどな。あれ、なんだ、お客さんか。お客さんだよ。器用ですね。うん、器用なのはいいんだけど大変そうだよね。便利だろ。まあ普通の人が同じことをしようと思ったらグルピンでもなけりゃ無理だけどな。さあここで出てきましたね、グルピン。さっきのイベントでも名前が出てきた。グルピンを手に入れろ。グルピンってあのぶら下がって移動できるやつですか？そんな有名だったっけ？そうそう、それだ。確か昔この辺で見た覚えがあるんだけど。ということですね。なのでこの辺で手に入る。出せないな。まあ欲しけりゃその辺を探してみなよ。そういうことですね。これと同じようなことがグルピンが手に入るとできるようになるっていう、そういうヒントでですね。まあ今後も必要になってくるので重要であることは間違いない。ではここで、ハンマーを押すとどうだ。押し来た。オッケー、早速行くぜ。このピンを3つ押すことによって、まあ3つかどうかはねぶっちゃけ覚えてなかったけど、全部やるとここで手に入る。届け。よっしゃ。なんか無駄に緑の宝箱に届いてあげた。ここに入ってるんだぜグルピン。オッケー。グルピンは特定の天井なんかに突き刺してぶら下がることができるんだ。ぶら下がってから体を左右に振って振り子運動をうまく使って飛び出せば連続でぶら下がっていくこともできるよ、というアイテムですね。まあ僕はやったことないんですけど、海原かわせ的な感じなんじゃないかなと個人的には思います。まあ実際どんなものかっていうのはやはりご覧いただくのが一番早いでしょうというところだけど、この辺にぶら下がれるやつあったっけな。でも足場じゃなくても実はこのグルピンの使い道はあるんですね。それをまずはご覧いただきましょう。はい、こちらなんと宝箱にもねぶら下がれちゃう。しかも上を引っ張り続けると上に登れちゃうんですね。ありがとう。そしてここに入っていたのはイラテンのパンツ。とても速く動けるパンツ。今までよりもさらに速く動けるようになっちゃう。嬉しいですね。でちょっと待ってね、もう一回泣きをもらわないといけないんだったな。めんどくせえな。まあいいや、とりあえずここでもらっといて。うん、不思議な実欲しいな。どこでもらえるんだったかな、本当に。待って待って、あ、危ねえ危ねえ。よし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 。これで笑いになったらやり直しだったからな。よしよし。ただ、目的地はこの奥なので、とりあえず行きましょう。さあ、グルピン手に入れたよっていう報告は、まあ、ちょっと本の片付けに忙しい人には、届かないわけだ。よし、しかしこのグルピンが手に入ったのは大きい。ね、このゲームやる人は大体ね、このグルピンとムササビの服で縦横無尽にどこまでもね、いろんなところを探索するっていうのがお決まりというか、恒例だと思うんですがね。さあ、森の奥地まで来たか。よし、で、この森の奥地で、下、トゲトゲ、どうすんの？そんな時、グルピンを使う。これが重要ですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。
こういうことですね。こうやっていろいろと振り回しながら行く。これが本当に便利なんですよね、もう。しかもこれ、振り子の長さまで調節できちゃう。で、上の方からぴょんって普通に飛ぶこともできる。こら、素晴らしいですよ。あ、出た。エメロプいた。オッケー。いい音鳴ったね。お、そしてここに、また重要なものがありますね。バーン。水槽。そう、水を溜めるタンクである水槽と、水を溜める草という言葉を合わせたダブルミーニングで水槽なわけですね。そしてあれ、いろんなところにもありましたね。クジャラの牧場、漁師の村といろんなところにありました。これも実は秘密があったりするんですね。そんな水槽は実はこのグルピンで破壊することができちゃう。ちょっと待って。うわー、また天井落下おばあさんか。ちょっと待って。危ない。そう、ムササビの服との相性がどこがいいかっていうと、このふわふわ浮いて、やべえ、これ下なんもないわっていう時に、ぶっ刺せるわけなんですね。そこがいい。あー、これか。さあ、ここには結構大掛かりなからくりのギミックがあるわけなんですが、ちょっとこれ、どうしよっかな。あ、ちょっと待って。もう豚、うっとしいな、この豚。さよなら。オッケー。だね。どうしよっかな。言ってしまうと、この後はもう、なんだろうな。次のステージへ向かうところなんだけど、もう少し探索してもいいような気はするなって、思ったんですが。よいしょ。これはどうやってやるんだったかな。確かね、斧というか、ギミックを全部出さないようにするのがいいとかだったような気がするけど、そうとは限らないか。まあ、とりあえず宝箱は開いて、お弁当か。まあ、まずは行ってみようか。先がどうなっているのかを見ておかないことにはっていうのもあるよね。斧は外しておいて、登っていって、あとは白の鍵かな?もう一色ぐらいあったっけかな?ちょっと覚えてねえな。あれ?なんか出たぞ。え?いやごめん、俺まだ秘宝を守るからくりの方見てないんだけど、これでもしかして解除されちゃったの?あー。まあ、それはともかく。葉っぱを食べる大芋虫がなぜかどっかへ飛んでいきました。まあ、あれもどっかで関わりがあるんですが、今は関係ないので、こっち行きましょう。さてと。うわ!取れるようになってるし!マジかよ。図らずとも勝手にギミックが解除されてる。わーん、この音楽やめてよ、怖いわ。さあ、何やら物々しいぞ、お化けがいっぱい飛んでいて。天秤が傾いている。さあ、これどうすんのっていうのをお話し聞いてみようか。やめて、この音楽怖いわ。こんなにお化けが集まっちゃって、もうダメだ、もうダメだ。すごいお化けの数、一体どうしたんですか。本当だよな、お化け集まるにしたってこんなところに集まってな、軽い空気みたく上の方にとどまってるっていう状態がよくわからないな。なんで襲ってこないんだろうな。おお、これ何だったかな、どういう役割だったか全然覚えてないけど、まぶたの書、はい、秘宝がある。お化けたちはそれを狙ってるのさ。狙ってるのは分かるんだけど、なぜこの人は襲われないんだろうな。この俺を襲ったらこのまぶたの書は一生手に入らないぞみたいな、そういう脅しでもかかってんのかな。何か追い払う方法はないんですか。ああ、どうすんの。俺もそのまぶたの書を読めばなんとかなると思ったんだけど。ああ、なるほどね。じゃあ、お化けにとっても危ないから、自分の身に危険が降りかかるから、こいつを何とかしようっていう。俺たちを吸い込むオバキュームを何とかしてしまえば、俺たちは無敵だって言ってるテレサみたいな。カラクリに使うイワガメが一匹逃げ出したみたいなんだ。逃げ出したのはわかる。どこに逃げたのかっていうところだよね。まあ、行き先はなんとなく覚えてるんだけど、まあ、逃げたのはいい。どうやってこっから出たんだっていう話なんだよね。断崖絶壁だったんだけど。そうか。天秤にもう一匹。乗せて、両方
そういうことみたいなんですね。よし、やるぞ。そう、ここになんか一匹愛らしいのがいますね。イワガメというらしいです。このイワガメがもう一匹いると重さがぴったり釣り合うらしいんですね。すごいな、体重制限みたいなのをしてたのかな。君は仕掛けに使うイワガメだからしっかりと体重を調整してくれたまえよって。減量は許さないよみたいな。で、これはあんまり傾きが変わるとあれなんですよね、ギミックが。あ、失礼、ギミックが解除されちゃうのでなるべく元に戻るようにしておかないとね。まあ順番に降りていって上に上がるときには上がるような方向に進めばそれで十分という感じだけど、あれ、あ、もしかしてこれ、あのギミックを解除しないと発生しないんだな。なるほど。おう、そしてなんかいつの間にか台座できてるわ。ありがとう。この台座を伝っていくと見つかるんですね。はい、こんにちは。あれ、やめろこら。ああ、そういうこと、喧嘩売らないとダメだったか。よいしょ。はい、これで岩亀ゲット。そう、ここにいました。覚えてましたよ。岩のような亀、まんますぎる。もうちょっとなんか優しく説明してあげればいいのにな。さあ、ここにも冒険者の箱がある。アドベンチャーポイント100万、こんないるんか。まあさすがにな、クジャラの牧場より後に行けるステージだしな、ここ。あ、ちょっと待って。はあ、うえー、懐かしいな、ありましたねこんなの。誰に向かって共感を呼びかけてんのか知らないけど。あ、やめて、おっさん、ちょいろいろ焦りすぎ。わあ、いたんだったな、そういえば。忘れてたぜ、落下ババア。この落下ババアさんはな、しょっちゅう出会うから、結構辛い。危ない危ない。そう、このトゲね、踏むとダメージだけじゃなくて、まさかの手前までがっつり戻されるっていう、よくわからない仕掛けなんですね。まあ、よくわからなくはないんだけど、ちょっと理不尽やじゃないかっていう。おう、そうか、このギミック、あえて斧を出させれば、あれなんだね。このギミックが解除されないように立ち回ることができる。なるほど。こういう風に使えばいいのか。初めて知ったわ。なんか今まで無理やり斧邪魔だなって言って。邪魔だからとりあえず開けるけど、下ろさないように慎重に素早く行かなくっちゃな、みたいな。そういうよくわからないことをずっとやってたけど。まあいい。とりあえず、せっかくだし、この先に行けるようにしておきたい。というか、このまぶたの書のイベントを見ておこうか。これは重要なイベントですしね、この音楽だし。その岩亀だ、早く天秤に乗せてくれよ。オッケー、お任せください。物を投げるのは大得意です。ドン、ロックが外れて、おお、あ、なるほどね。バランスを取ることによって真下に降りるとうまくできてんな。全然気づかなかったわ。とりあえず合わせればなんとかなるもんだと思ってた。さあ、そしてまぶたの書を開くことに成功したんだが、この本難しい文字で読めないよ。さあ、この世界の文字ではないのか、普通の人には読めないらしいんですね。ここの展開はなんとなく覚えているぞ。どうしようトンバ。さあ、自分たちを滅ぼすことのできるまぶたの書を狙っていたお化けたちが活発に、うおー、開いたぜ、城開いたぜ、テンションダダ上がり。そんな中やってきたのが、はい、お湯の入っていないお風呂で身を癒していたケイネさん、服を着ている。たくさん集まったもんじゃの。なぜか達観している旅の者ケイネ、一体何者なのか。さあ、お化けが集合している。うわー、怖え。うわあ、ケネさん、あんた強すぎるな。人やりすぎたかの。そしてごめん、俺展開覚えてるって言ったけど、ケイネさんがまぶたの書で魔法を使うもんだと思ってたわ。え、ケイネさん、お前自力で使った魔法であのお化け吹き飛ばしたの。ごめん、そんなんだったか覚えてなかったわ。
やばいな。俺の記憶の中以上にこの人がやばい人すぎるな。うわ、出てきた。この本は封印袋も隠しておったのか。そうか、そういえばあったな、そんなの。しかしなぜケイネンさんが近づくと出てきたんだろうな。ケイネンさんのパワーかな。これはお前さんのもんじゃ。はい、ありがとうございます。ゴーストの封印袋。はい、ということで旅を続けているケイネンさんにまた今度会う時には何か教えてもらえるかもしれないってことですね。あのさすからビビっている。この大穴の先ってどこに繋がってるんですか。そうねえ、何気なく開いた穴だけどどこに繋がってるのか全く予想できねえよな。こんなのもともと行ける道とかでもないしな。だね、サーカス村。まあこれも結構イメージがありますね。行けばわかることじゃ。しかしケイネンさん、旅してるという割にはもうあちこちの情報をもうすでに把握してるんだな。何者なんだろう。さあその辺はお話に重要に関わってくるのではないのかなと思わせている雰囲気ありますね。ということで、これで次のところへ行けるようになりました。早いね。早いねというか、そう、このゲームね、サブイベントが結構たくさんある割にはというか、サブイベントがたくさんある代わりに、まっすぐ進もうとすると意外と早く行けるもんなんですよね。覚えているっていうのもあるけど、ここ行ったらいいなっていうのを先回りできるし、意外とコンパクトに、ね、スムーズに進めることができる。かといってボリューム自体が物足りないということもないっていうね。ねえ、そういうところ結構気に入っているんですね。そしてここで切って次回、サーカス村へってやろうと思ったんですけど、もう行っちゃいます。なぜなら、ここまで戻ってくるのがめんどくさいから。とりあえずサーカス村行って、次なんかやるんだったら、サーカス村にワープできるようにしておいた方がいいと思うわけですね。ということで到着。おー、穏やかな音楽。じゃあこの人たちに話を聞くのはまた今度ということで、今回はこの縦札でセーブをして終わりにしましょう。どうしよっかな、次は。またサブイベント巡りでもしよっかな。そうしよっかな。星魚とか、ねえ、グルピンで行けるようになったところの探索とかね、その辺もやっていきたいし。じゃあ次回はまたサブイベント巡りをして、まあその次に今度はここのサーカス村でいろいろと遊んでいくっていうことで、遊んでいくというか進めていくという形にしましょう。いろんな人のお話も聞いてっていう感じですかね。よし、じゃあ今回はまあなんだっけ、ドングリンの森を抜けたところまでということで終わりにします。ありがとうございました。